どうも、お願いします。今たくさんのね質問をいただいているわけなんですが、今回その中から2つの質問に答えていこうと思います。まず1つ目が、試験とか何かの本番の場面でどうやったらベストを出すことができますかっていうのが1つ目。そして2つ目が、受験がうまくいかなかった方、第一志望に落ちてしまって、私の人生この先どうやったらいいですか、もう先真っ暗なんですけど、生きる価値ないですかね、みたいなのが結構今届いてます。なので今回その2つについて答えていこうと思いますので、まあ、気になる方だけでもね、よかったらチェックしてみてください。まず1つ目の、どうやったらベスト出せるのかっていうところですけど、実はこれ俺にとってもすごい今タイムリーな話で、あの生放送ね、自習室の時には少し話に触れましたけど、明日あるテレビのロケの仕事があるんです。初めてロケにね参加させてもらうんですけど、もしうまくいかなかったら、わかんないよ、どうなるかわかんないけど、配置としてここまで積み上げてきたものが崩れる可能性がなきにしもあらずな仕事なんですよ。ちょっとじゃねえな、結構緊張してて、仕事の内容としてはすごく楽しみのだから受けたんですけど、やりたいと思って、そこにやる意義があったからね思ったんですけど、その決まってから、まあ、決まったのも正式なのが昨日か一昨日ぐらいだったから、あの決まったばっかなのもあって、どうしようってちょっと思ってます。まあ、みんなの受験の緊張に比べたら、まあ俺も35年生きてるからさ、緊張にある程度こう体制があるっていうか、考え方で持ってってるから平気そうに映ってるかもしれないけど、内心結構ドキドキ で、その時にもベストが出せるかなってやっぱ思うわけですよ。失敗したくないから、失敗したら自分の人生もしかしたらちょっと違う方向に行っちゃうかもしれないからって思ってます。でもいつもまあそういったね、人前で話す時とか、やっぱり何か失敗できない場面って、まあ人生生きてるといろいろあって、その時いつも思ってるのが、ベストを尽くそうって実は思ってないです、自分の中で。そう、失敗したくねえなとかあんま考えてない。どう考えるかって、自分ができることをやるしかないよねっていう。どんなに背伸びしたって、俺が今50のパワーしか持ってなかったら50しか発揮できないんですよ。まあカジマのバカ力なんてこともありますけど、マックスで50なんだよね。そこを100を出そうと思ってもできない。であればやっぱり50に近づけたいと、まあ、それがもしかしたらみんなで言うベストなのかもしれないけどね。でもうまくやろうと思っちゃうと、やっぱり自分らしさがどっかで欠けてっちゃうんだよね。であれば今自分ができることって何なんだろうなって、それをやりきるために、それを本番に出し切るために、だからきっちり準備するぞって思ってる。だから昨日とかさ、生放送を、ね、参加してくれた方分かると思うんですけど、俺ずっとなんか書いてるでしょ。あれはその番組で使うものをずっと準備してるの。後で言う、それは情報公開ができる時になったら話すから言えるんだけど、今ちょっと言えなくてごめんね。ずっと考えてる。もう今もこう撮影してる、まあこれ撮影した時はこれ話してる、話してるからね、これについて考えてるけど、ずっと考えてるよ、そのこと。どうやってろうかなって、どうやったらうまくいくかなって準備をしてる、ずっと。でも多分どんなに準備してもやっぱり安心感はならないんだよね。緊張は取れない。そう、だから今できることをやるしかないよねって。でベストを尽くせたかどうか、自分の力を出し切れたかどうかは、その、まあ、みんなだったら入試よ、試験が終わった時に決まるから、今じゃないんだ決まることは。だから精一杯自分が持てることをやるしかないよねって。そのためにはもう不安とか、いつも言うけどね、不安も緊張も肩組んで一緒に行こうぜって、で臨むしかないと俺は思ってます。もしそんなね、ベストを尽くせる方法マニュアルみたいな、まあ、いっぱい本あるんだけどさ、それがもうこれをやったらみんなが絶対うまくいくよっていうのがあって決まってたら、もうその本しかないはずなんだよ。それがもう超ベストセラーになってて、他の本がどんどんなくなっていく。まあ、今コロナでなかなかね、本屋さん行けないかもしれないけど、もしやったらね、行ってほしい一回。めっちゃあるから、そういう本。その啓発系というかね、いっぱいあるんだけど、でも自分で思ってることは、今やれること。今だったら、今のこの時点だったら準備だよね。準備ができる。みんなだったら勉強かもしれない。やれることをやるしかないっていう。で、それを持った上で、不安と緊張を連れて、本番に向けて行って、今できることをやるしかないよねって。で、あともう一個、ちょっとこれは難しいかもしれないけど、でも俺がいつもやってるのは、誰よりもその時間を楽しむぞっていう気持ちは絶対忘れないようにしてる。100人以上の人の前で講演会をする時もそう。明日のロケもそうだよ。絶対緊張するから新幹線で向かうんだけどさ、どうしようどうしようどうしようってずっと思ってくんだけど、その場に入った瞬間からは誰よりも、そこにいるね、もうスタッフの方、もうディレクターの方いっぱいいると思うんだけど、誰よりも俺が一番楽しむんだっていう気持ちでやってきます。
それがみんなにとって参考になるかどうか分かんない、この話は結構精神論で話してるからね。けれどそういった気持ちを持つこと、それが自分のベストパフォーマンスに近づけるコツだとは思ってるから、よかったら参考にしてみてください。そしてもう一つ、受験がねうまくいかなかった方、もしそれが、これがもう受験がね全部終わった方だったら、まず言わせてください。本当にお疲れ様でした、よく頑張った、絶対そこまでへこんでるってことは頑張った証拠だから、本気で戦った人間だから本気でへこむんですって思ってる自分の中では。だからひとまず本当にお疲れ様でした。ただ今いっぱいね DM とかメールとかコメント欄を見させてもらってもそうなんだけど、もう人生が終わったみたいな感じに感じてる方もいらっしゃいます実際で。自分も、まあ、自分は結局大学受験の時も高校受験も一番最後で引っかかったんですよ。高校受験も前期落ちちゃって、で後期でなんとか引っかかった。大学受験も私立トントントンって一般落ちて、学芸の前期国立前期も落ちて、最後の最後の後期でなんとか引っかかったから、まあ、最後終的にはうまくいった方なんだよね。いったけども、でもやっぱり落ちていった時に、まあ、人生無理かなとか、もう戦えらんねえなとかって思う気持ちはやっぱ分かるっちゃ分かるよ、うんね。まあ、みんなの辛さとは違うかもしれないけど、でもやっぱりいろんな生徒を教えてきたり、まあ、実体験も含めてね、あとはいろんな生徒を見てきて、やっぱりねどこに行くかっていうのは、まあ、もちろん大事よ。第一志望に行けるっていうのは、みんなはその高校、その大学、その進学先に行って、こういうスクールライフね送るんだっていうのをイメージしてた。でもそれが叶わなかった。だからモチベーション下がるかもしれない。けれど行った場所で何をするか、ね、どんなことを自分のためにやって、自分の時間を使って、何を努力してって、何を吸収してって、何をやるかの方がもうね何百倍も大事なんだよね。でもしねよかったら、まあ、今回のコメント欄にあるか分かんないんだけど、こういう動画を撮った時にね、もうねもういつも感謝してる。本当にうちの、視聴者の方、ユーザーのみんなはもうね、どんなチャンネルより、ちょっとこの出演者のさ、この演者の配置はさ、もうちょっと中途半端で大したことないんだけど、うちのユーザーのみんなのあったかさ、うちのコメント欄のあったかさは本当に日本一世界一だと思ってるんだよね。ぜひ見てほしい。多分このコメント欄にもちょっといくつ来るか分かんないよ、みんなが見たタイミングでいくつあるか分かんないけれども、きっと同じような境遇、第一志望校、志望校に受からなかった、でも行った先でこういう風に感じてますっていう先輩の声は少なからずあると思うんだよね。あと俺もツイッターで振るもん、書いてくれってみんなに言うから、よかったら探してください。心理的にね、気持ち的に、受け止めきれないタイミングで見てもしんどくなると思うから、ちょっと落ち着いた時に少し寄ってみようかな、探してみようかなっていう風に見てくれると嬉しいです。もちろん心ない言葉もコメント欄にはあるかもしれないんだけど、よかったら見てみてください。自分よりも多分みんなに刺さると思う、そのコメントの方がね。だけど、まあ、自分から思うことは、どこに行くかよりも行った場所で何をするかのがもっともっと大事です。そしてそれは自分の実際の生徒、受講時代の生徒を見ててもやっぱそうだったの。俺も頑張ったけどね、その子も頑張ったけど、第一志望に全員が全員受かったわけじゃないんだよね、自分の生徒で。でも行った後にさ、まあ、高校入った、まあ、その高校入試で行って、まあ、塾辞めちゃった後とかもさ、たまに遊び来てくれるわけ、顔見せに来てくれてね。でそれで話を聞くと、最初はね本当人生終わったかと思ったみたいな話、ちょっと笑い話でするんだけど、でも今すごい楽しい、すごく充実してるって。で ある子はね、その友達がいたん、自分のうちの生徒とその子がいて、同じ進学先を目指したん、第一志望で。でうちの生徒落ちちゃったん、でこの友達っていうかライバルみたいな子は受かったん。でまあ結構、まあ外ね、仲いいからこそだと思うんだけど、結構言い合える中ですごいへこんでたの、結構言われて言われてね。でもこの子が言った言葉で印象的な言葉があって、私は第一志望に行けなかったと、でもこのね、その第二志望だったけど、その行った高校で絶対にあいつより充実した高校ライフ、女の子だったんだけど、 JK のライフを送ってやるって。で高校卒業した時にもっといい大学行ってやるんだからって言ってたのね。で俺はその子との接点は高2で切れちゃったから、その後は分からないんだけど、でも高1高2の2年間は、まあ、高1の1学期は死んでたけど、でも2学期あたりからやっぱり自分の、道というか、この場所でどういうことを頑張るのかっていうのを見つけてすごく努力してた。だから、まあ、しんどさもあっただろうけど、でもすごくキラキラしてたもん、自分から見てても。で本人もすごく楽しいって、で最初はさ、あいつを見返してやるんだって気持ちだったんだけど、そんなもんどうでもよくなってて、自分がこの場所で誰かとよりも上に行くんではなくて、自分がこの場所でどれだけ成長できるか、どういうことを吸収できて、どういうことを経験できるのかっていう方に、目線が変わってって、それですごく
充実してた、ね、子もいたので、もちろんみんながみんなそうじゃないと思う、全員が全員そううまくいくわけではないんだけれど、やっぱり諦めちゃったらもう私の人生終わりなんだって、俺は大志望いけなかったらもうクズ人間なんだって思ったらそうなっちゃうんだって、違うって、みんなの人生まだこれから先長いぞ、ね、そんな受験1個でクズだとか人生終わったなんて決まらないって、これから作り上げていってほしい、みんなの道はみんなで作っていけるんだからっていう風に思ってほしいと思います。っていう風にちょっとね、本当ブワッと話しちゃったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあ、ひとまずね、これを投稿した翌日明日、とある場所に新幹線で向かってそのロケの方頑張ってきます。生放送の方で感想とか言うと思うんで、まあ、よかったらね、明日はちょっとできるか分かんないですけど、火曜か水曜の生放送夜10時の方で参加してみてください。その時もしね、俺が、めちゃくちゃ落ち込んでたら、うまくいかなかったんだなと思ってください、まあ、ちょっとよかったら励ましてください、まあ、それでも、どんなにね、もしかしたら配置っていうものの価値というかイメージが崩れる結果になったとしても、それはそれで一個自分の通過点として受け入れてまた積み上げるだけなんで、自分も頑張っていきますんで、よかったらお互い頑張っていきましょう。ということで以上ハイチでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。